エリスタは、ロシア連邦に属するカルムイク共和国の首都。人口は10万4300人。1865年に建設された。1918年2月に、ソビエト権力が樹立された。1930年から都市として登録されている。第二次世界大戦時に町は一時的に、ドイツ軍に占領されたが、1942年12月31日に、 ソビエト軍が奪還。1944年、カルムイク共和国の住民の多くがシベリアに強制移住され、代わりにロシア人が入植した。それに伴い、町の名前もステップノイと改められるが、1957年に元の住民の帰還が許されてエリスタに戻された。小さな空港がある。また、鉄道でロストフなどぬと結ばれている。毎日、 オルゴグラードとモスクワにバスが出る。シャカムニ黄金僧院1996年10月5日、4年かけて建造された仏教寺院、シャキュスンシュメが開かれた。2005年12月27日には、東ヨーロッパ最大の仏教寺院、シャカムニ黄金僧院が開かれた。カルムイク国立大学、航空大学、医科大学などの高等教育機関がある。ありがとうございます。